M4 番居合表所、演武者は大畑小林浅間。こちらは剣術に対して居合の所、の方ということで、一番初めに学ぶ居合の方になります。でこちらも剣術の上同様に、一本一本ですね、実践とは比べるとスピードが遅いんですが、一本一本呼吸に合わせて、足に合わせてということで抜いていく技になります。居合刀の方はですね、程度に応じて真剣を使うものもありますし、木刀で剣をしているものもございます。ただいまのは辰巳流の向こうと申しまして、辰巳を代表する向こうと丸井という秀であり秘伝である基本技がありますけれども、その一つの向こうですね、相手から打ってくる、切り打ち込みを、受けて、切り返すと。続きまして丸井。こちらは相手が、刀に手をかけた、そのコテをまず切って、その後に右決めが、頭上から切るという技になります。こちらは5の向こうですね、後ろの敵に対する技になります。こちらは前後で、前方に敵を追いかけて走っていって切って、さらに後ろから来る敵に対しての型になります。最後が四方ですね、両方から、両方向からの敵に対応します。